姑がくれくれじゃなくやるやる。しかも、自分のものじゃなく、私のものを、勝手に他人にやる。本、アクセサリー、服、靴、コスメ、DVD、置き時計、マニキュア、ビタミン剤や日焼け止めまで。夫に、何度も合鍵を返してもらってと訴えたが、言っても無駄だからしょうがない。俺にどうしろってんだよ。と、逆ギレされた。諦めたふりをして、倉庫を借り、服と靴の9割、アクセサリー本 DVD など全部移動させた。出下げ金庫を買い、コスメや細々した生活必需品はそこに入れ、家にいる間は、肌身離さず持ち歩き、出勤するときに持って出て、車に積んでおいた。いるかいらないか、微妙なものはいい機会だと思って断捨離した。家に置く服は、部屋着とジーンズ、スウェットのみ。基本ユニクロで夫のと同じデザイン&サイズ。靴だけは、さすがに同じサイズは無理なので、車に積んで施錠。車までサンダル履いて行って履き替えた。徹底して、私のものはフリーにならないようにした。姑は、しばらくの間、どの服やものが、私ので、どれが夫のかわからず混乱してた。でも、やっぱり、やるやるの血は抑えられなかったようで、どっちのでもいいわ、と思ったのか、夫のダイエット器具や、夫の漫画を他人にやってしまった。夫、激怒。でも、私に怒ったって、しょうがないじゃん。私がいない間に、勝手に、姑が合鍵で入ってやったこと。私にどうしろって言うの、と言ったら黙った。でも、その後も合鍵を取り上げなかったから、腕時計とタブレットその他をやられた。夫発狂。義実家に行って姑を、キチガイババア。と怒鳴りつけた。姑は、息子ちゃんがおかしくなった。と、119番したらしい。騒動になったが、なぜか合鍵は取り返せなかったようで、帰宅して私に、引っ越そう。いいね、私も、それがいいと思ってたと、賛成して、翌週私だけで目星をつけてたアパートに越した。物が少なくて、引っ越しが楽だったわ。冷蔵庫の中まで、計画的に空っぽにしといたし。今、夫がロミオってはいないけど、なんでこうなったんだろうと、おたんちんなメールを送ってきてる。